学校法人南両学園は日本の学校法人。旧省は学校法人国際海洋学園。静岡県菊川市に本部を置き、静岡県や和歌山県で複数の学校を運営している。2009年2月、理事長の岩木信子が生徒数の減少が続いており、今後、2校を統合する方向で検討する。学校法人や財団法人の理事長は辞めると、 会見し、設置校の統合と理事長の交代が発表された。理事長は、菊池伸之に交代したが、学校の統合については、同年3月3日の理事会決議により、少なくとも2009から11年度には行わない、こととなった。2011年12月22日、静岡地方裁判所に対して、民事再生手続きの開始を申し立てた。 初代理事長岩木信史国際海洋学園は、住宅金融高校、日本私立学校振興、教材事業団から8億3000万円を借り入れているが、2002年頃から返済不能になっていると指摘されている。2007年の週刊文春の取材によると、国際海洋学園の財務書表上の負債合計は8億6800万円、当規模の負債合計は、 約8億3000万円に上るとされる。生徒数の減少、編集借入金を返済しない理由について、当時の理事長岩木信子は、生徒数の減少による経営の悪化であると説明している。2007年のインタビューにおいて、岩木は、毎月の返済は210万円の予定でこれを払えば問題ないものの、生徒数が360人いた時なら、弁済可能な額だが、 今は120人しかいない。月130万円しか払えないと主張している。債務不存在訴訟、編集住宅金融広告から法人が借り入れた約3億5000万円の返済が滞り、連帯保証人の相続人が法人に代わって返済を求められたため、相続人が岩木や住宅金融支援機構を相手取り、東京地方裁判所に提訴する異例の事態となっている。 連帯保証人とされているのは、財団法人沖縄協会専務理事だった男性だが、すでに死亡している。それから17年後の2005年、遺族は住宅金融公庫から督促され始めて、連帯保証の存在を知ったとされる。遺族らによると、法人と公庫が契約する際に作成した委任状の署名の筆跡が、専務理事の筆跡ではないとし、偽造された委任状は無効であり債務は、 不存在である、との確認を求めている。遺族側からは、元専務理事は、契約時に75歳で、長期返済の借金の連帯保証人としては、不自然だと指摘している。いわきは、委任状は、実印もあり、偽造などということは、絶対にない。連帯保証人を別の人に変更する目処もついており、訴訟は取り下げられるはずだと主張している。また、住宅金融支援機構から、 専務理事の遺族が競売を求められている点について、岩木の説明によれば、二階俊博に相談したところ、今金子善次郎先生が国土交通省の政務官でしょ。先生が住宅局長に相談してみてくれんか、と頼んでくれたので競売は食い止められるとしているが、第二子の借金に政治力を使うとすれば、これも大問題と指摘されている。住宅金融広告とのトラブル。 編集いわきは、借入金が返済できないため住宅金融広庫に相談に行ったところ、所長がすごい悪いやつで、お前、保険に入っているやろうが、保険で殺したら全部できるやろうがという言い方をしたと主張している。しかし、住宅金融支援機構は、当機構は、生命保険への加入を把握する立場になく、その加入を前提とした相談を行うことは、あり得ませんと指摘している。 債務返済訴訟、編集日本私立学校振興、共済事業団は国際海洋学園に4億7800万円を融資していたが、返済が滞っていた。そのため、2007年12月、日本私立学校振興、共済事業団は3億2000万円の返済を求めて国際海洋学園を東京地方裁判所に訴えた。その後、 両者の間で和解が成立した。第42回衆議院議員総選挙、第44回衆議院議員総選挙にて、岩木が大阪府第11区で立候補したことにより、法人参加の高等学校の教員のほとんどが選挙に動員され、1ヶ月近く正常な授業が行われなかったとの証言がある。国際海洋第一高等学校は全寮制の高等学校だが、両では、 朝食は飯と味噌汁に肉団子二つのみ、昼食は食パンとジャムのみといったメニューが続き、食事の質も最悪と指摘されている。OB の保護者の証言によると、参上を見かねた父母らが人数分の食材を定期的に送ったこともあったが、その食材が食卓に上ることはほとんどなかったという。さらに OB e の証言によれば、 ボイラーが壊れたまま放置されていたため、生徒は水のシャワーや水風呂を利用していたという。岩木の事務所は一方的な意見だけでもっと客観的に冷静にご判断いただけたら幸いに存じますと反論している。週刊文春の取材によると、国際海洋第一高等学校は地元ではほとんどの業者から取引を中止されたため、 職員による買い出しで食料を調達しているとされる。過去には同校が水道料金を支払わないことが問題化し、静岡県小笠郡小笠町町長,長、黒田淳之介が卒業式の際に共闘に自家断し支払いを求めている。黒田は岩木さんは国会議員をしている場合じゃない。生徒のためを思うなら学校にいなきゃダメだと指摘している。ありがとうございます。